高齢化社会が進んでるっていう実感はあります。利用者さんの方も結構笑顔で笑ってくれて、ありがとうって言われると嬉しいです。自分のために頑張りたいです。君の進む道には段差、今日の坂手すりのない階段、困難だらけさ。